金沢市宇根田にやってきました。私の後ろには金沢西高校、そのまま向かいに超人気のパン屋さんがあるんです。それがこちら、ブーランジェリーニコネさん。見て見て、おしゃれな外観、木目を基調としていてね、なんだか木のぬくもりを感じる、ほっとするような場所ですね。さあ、どんな人気なパンがあるんでしょう。行ってみよう。コロナ対策のため5分に一度見させていただきます。まずビヨンさんがお邪魔したのは金沢市宇根田東にあるブーランジェリーニコネ。今年6月にオープンすると瞬く間に人気店となりました。開店直後からご覧の通り行列ができるほどのにぎわいです。この人気店のパン作りを一手に担うのが店主の釣り美穂さん。なんとも珍しいお名前ですね。実家が、魚の問屋さんやってまして。あら、はい、海に関係する名前をつけてもらいました。素敵。その海に関係するお名前がついてる釣りさんが今、はい、パン屋さんをしている。そうです。そうなんですね。でも元々は石川の方ではないんですよね。そうですね、元々は富山県氷見市の出身なんですけれども、専門学校で金沢行ってまして、で、とてもその時に、いい町という印象深く、ちょっと実家には帰らず金沢で、はい、そんな釣りさん、実はものすごい経歴の持ち主なんです。何の経歴？岐阜県高山市にある、トランブルっていうお店なんですけれども、うん、師匠が世界大会3位っていう実績もありますし。すごい人じゃないですか、はい、ディズニーランドのアトラクションみたいに2時間待ちが、お盆の時とゴールデンウィークの時が、普通で。普通で、はい、普通パンを買うためにってことですよね。はい、待つんですか。待ってました。すごい。そこで修行されて、はい、でこの石川の地でお店を開いてくれたんですね。はい、そうですね。やっぱ北陸の皆さんにも、美味しいパンを食べていただきたくて。今日はそのね、自慢のちょっとパンをいろいろと教えてもらいながらいただいてもいいですか。はい、お願いします。よろしくお願いします。そんなニコネの一押し商品は、クロワッサンが美味しいよ。でなかなかちょっと買えないって聞いて、今11時半からで買えてないんですけど。そうなんだ。これを食べると他のパンは食べられない。そんなに。そう、違いますね。ということでお客さんも絶賛なのがこちらのクロワッサン。先ほどの行列はこのクロワッサンを求める人の列だったんです。修行していたという人気店と同じ味が石川県でも楽しめると話題になり、今では一組二つまでと制限をつけなければならないほど凄まじい売れ行きです。凄まじいですね。三つ折りを3回した27層のクロワッサンになっております。すごい、はい、見た目も美しいし。ありがとうございます。層がすごいんですね。じゃあ、はい、サクサクとふわふわがマッチした商品となっております。あの、食べたい食べたい食べたい、聞いとるだけで食べたくなりますよね。そうですね。どうなの、どうですか、味わってるな。美味しそうに食べる。羨ましい。美味しい。一瞬のカリッからのふわーがすごいですね。はい、理想ですね。歯を入れた瞬間の中の空気がこう口の中に溢れてくるこのバターの香り、で自分の体温でその後にバターの塩味だったり濃厚さも伝わって、はい、うまい。ありがとうございます。すんごいふわふわなんだけども、ちゃんとこう食べ応えもあるというか、はい、ちょっと軽めになってるので、うん、もう2個3個食べてしまいます、ね、うん、並んででも食べたくなる。いや、そうですね、さらにニコネではクロワッサンの他にも1日におよそ40種類のパンを焼き上げています。デニッシュやサンドイッチ、惣菜パンにハード系など豊富なラインナップの中からおすすめのものを選んでもらいました。香りが多分甘い感じがちょっと伝わるかな。いいですね。本当だ。でも砂糖は使ってなくて塩だけなんですよ。そうなんですか、はい、この甘い香りって何の香りになるんですか。
小麦じゃないですかね。小麦粉本来の味でのポテンシャルの高さがすごいわかる。ほんと私バターかなんか入れとるのかなって思ったぐらい。全然入ってないです。塩しか入ってないです。なんですよね、はい、なのにその勘違いしてしまうぐらい旨味もあるし香りも高いし、これ10本ぐらいブーケにされて落とされたらもう恋に落ちる付き合います何言ってんだみたいな何言ってんだって何でも食べたらわかるから。カレーパンって結構揚げてるイメージあるじゃないですか、うん、うちはオリーブオイルを上にちょっと垂らして焼きカレーパンに、はい、仕上がってます。焼きカレーパンですね。おー、この周りがカリッサクッとして、このルーも最初甘めが来てスパイス来て欧風カレーに近くなチーズとかの味もするようなのが抜けてきますよね。チーズのパウダーを上に乗せて焼いてるので、多分そのチーズがもしかしたら、はい、理屈なすごいですね。めっちゃ考えられてますよね。いやまあ考えましたオープンして2ヶ月、はい、ですよね。今後どういう風にしていきたいなとか、どんな風になってたらいいなというのあります？まずは皆さんに愛される町のパン屋さんになりたいです。間違いなくなるよ皆さん。とにかくここのパン食べてみて、間違いなく食べた瞬間に幸せやな、今日よかったなって思えるパンです。白山市にやってきました。こちらにも人気のパンのお店があるんですが、ちょっと不思議なんですよね。こちらパンと魚、魚でも売ってるんですかね。続いて川口さんがやってきたのは、今年4月白山市にオープンした、その名もパンと魚。なんとも不思議な店名ですが、魚とは一体どういう意味なんでしょうか。魚屋さんではないですよね。魚屋さんではないです、はい、なぜ魚っていう名前がついてるんですか。魚は、お供っていう意味でつけたんですけど、はい、魚は魚でもあのこっちの感じの、そうです、はい、そういうことなんですね、はい、日々の食事の音もいろんなシーンに合わせて食べてもらえたらいいなと思って魚ってつけました、はい、素敵、そんな由来があったんですね、はい、店主の佐々木さんは新潟出身、金沢市内の人気パン店で修行の後、奥さんの地元であるこの地で店を開きました。この辺りでは久々の新店ということもあり、連日多くの人でにぎわいます。そんなパンと魚の一押し商品はちょっと変わったクリームパン。こちら2つともクリームパンなんですよね。そうですね、はい、でこっちが普通のクリームパンで、こちらが大人のクリームパンです。なぜこの2種類作ろうと思ったんですか。やっぱり定番のクリームパンも欲しいですし、でクリームパンでもご褒美的な大人も楽しめるようなクリームパン作りたいなって。楽しみですね、はい、まずは普通のクリームパンから。どうでしょう。優しいクリームの味ですね、はい、きび砂糖を使っているのと、あとバニラビーンズがさやごと粉砕したものを使っているので、結構濃いめなクリームになっていますね。続いて大人のクリームパン、白い、え、なんだろう、クリームもとってもふわふわで、さっきのクリームパンよりも、なんだろう、綿を食べてるみたい、はい、綿？カスタードクリームとホイップクリーム合わせたものを後から入れてるんで、そこにラム酒も加えてるんで、うん、ラム酒ですか、はい、あ、それで大人のクリームパンなんですね。そうですね、いやー、はい、そういうことだったんです、はい、すっごい美味しい、今はお一人様2つまでとさせてもらってます。いやでも本当これだけを目的に買いに来るって、その価値もすごくありますね。はい、
特別感がたまらない。アイデアあふれるパンは他にも。こちらには地元白山市の名酒天狗米の酒粕が使われています。初めて食べる味ですね。最初にこうお酒の香りがして、はい、パンも結局発酵されてるからすごいマッチするっていうか、はい、そうですね、結構日ごとに味も変化してくるので、まさにお酒じゃないですか。そうですね、はい、日ごとにね、はい、でもこれお子さんも食べられますか。そうですね、アルコールは含んでないので子供から大人まで安心して食べてもらえると思います、はい。こちらはいつオープンされたんでしたっけ。4月の15日からオープンしてます。どうですか、周りの皆さんの反応だったり。そうですね、本当喜んでもらえて、毎日通ってくれるお客さんも増えて嬉しい限りですね。やっぱりまだまだこう早くに亡くなってしまうこともあるので、もうちょっといろんなお客さんに買ってもらいたいなと思いますし、まあ、本当季節ごとにいろいろ変化もつけて飽きのこないパン屋にしたいなと思ってます。